今週の参議院本会議、大島さんも船越さんもとても素晴らしかったです。政府の赤字は国民の借金ではないと総理大臣に言わせました。とても立派なことです。多くの国民がまだその令和新選組の素晴らしさに気づいていないのが本当に残念ですが、当面はやっぱり選挙で党勢を拡大するしかないと思います。でもみんなであと10年頑張っても、もし日本のこの国が良くならなかったら、みんなでちょっとお金を出し合って世界の小さな国を買収しませんか。その国の人々と一緒になって理想的な国家を作るっていう、そういうシナリオはありませんか。山本太郎船長の下でみんなで令和のメイフラワー号に乗って理想の国を作る、そんなことも考えてほしいと思います。ありがとうございます。令和新選組代表、山本太郎と申します。皆さんから通りすがりのあなたから、ご質問いただき、山本がお答えをするというやり取りです。令和の活動をちょっとご覧いただいてくださっている方でした。ありがとうございます。で、先日ですね、水道橋博士からバトンを受け継いだ大島九州さんという参議院議員、過去に参議院議員を2期やられた方ですけれども、この方があの大きな会議場、本会議場で、代表で、政府に質問をしたというのをご覧いただいたと。でもう一つは、ALS 難病患者ですね、日に日に体中の筋力というものが失われていき、今やもう瞬き、歯の奥についたセンサーで自分の意思、パソコンを通じて文章を作るなどをする、参議院議員ですね、船越康彦、この2名の国会質疑を見ていただいたということでした。ありがとうございます。で、10年頑張ってダメだった時、この国がさらにひどいことになって10年経ってダメな時には、どこか別のところに移住するのはどうかというお誘いですね。そうですね、できれば一番簡単な方法を取りたい。例えばですけれど、例えばよその国を買い取るなんてことになると、やはりそこにはその国の国民感情もあるだろうし、でやはりどこまで行ってもよそ者というような、感覚もあるかもしれませんね。一番シンプルなものとして考えられるのは、今この国を変えることが一番本当は私は簡単だと思うんです。新たな、なんでしょうね、第一歩、右も左もわからない大航海に出ますっていうことで多くの人たちと一緒に移動して、その後、もう大変なことになってしまって、もう全員が病に倒れるみたいな状況になっちゃったら、もう全滅みたいな状態になったら困るじゃないですか。一番単純な話は、もうこの国の中で変えていくっていうのが私一番の近道だろうなっていうふうに思います。ありがとうございます。考え方としてはそういうような地球が住めなくなったら火星へみたいなですね、昔からそういう定番のものもあると思うんですけれども、はい、今足元この国を変えていく、その一番簡単な方法で、やっていきたいな、そう思ってます。ありがとうございます。ちょっと夢見る、自分の中でこう妄想するみたいな、空想するみたいなことではちょっとやってみたいと思います、脳内で。ありがとうございます。さあ